あーいやー本当にね暑さもでもどうなんですか今日ちょっと外出てみてねあの朝ちょっと粗大、あのー、ごみですかを、まあ、クリーンセンターの方にですね、えー、いろいろこう捨てにたくさんですね家に必要ないものがあったのでね捨てに行ったんですけどえー 外に出てみたらねなんか意外にこうあ,あれちょっと涼しくなったかなみたいなそういう感じを受けたんですけどえー、まあ今日9月17日かなうんになってきてまあそろ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 秋の気配もちょっと近づいてきたのかなと、えー、そういうふうにですね外に出て思いました、えー、まあその後ゴミをねたくさん捨ててあのー、いいですね 家ののいいいらないものというか、あのー、そういうものをですね一気にこう処分すると、あのー、すっきりするというか、あのー、スペースも広がりますし何、えー、かこう心がスーッとする、あのー、すごいスーッとこうあの綺麗になっていくあのそれをね、あのー、今日は朝から感じてとても気分がいいんですけどもこのところ荻の日常がですねもう、えー まあ毎日3投稿ぐらいしてるのでもう視聴者の皆さんももう飽きてきたのかというか疲れ果てたというかねあーなかなか再生数がですねえかなり落ち込んできてるんですけどもえそれでも僕は懲りずにですねずっとこう続けていきたいなと思ってるのでえそれでも今見てくれてる方はですねえ毎日え僕が荻野日常で投稿したら いいねボタン押していただければ嬉しいかなと思いますしもしできるんであればコメントもね一日一言でいいのでし、えー、ていただければ嬉しいかなと思ってますでは今日も一日皆さん頑張っていきましょう